こんにちは。中小企業診断士の那須藤代と申します。どんなビジネスにせよ、事業推進にはお金が必要です。その資金をどこから調達してくるのかという課題に対する答えの一つとして、お金をもらう、つまり補助金や助成金についてこれからご説明していきましょう。持続化給付金、特別定額給付金、雇用調整助成金など、今回のコロナ関連で注目されていますが、ここでは助成金で統一させていただきます。では、一体助成金とは何なのか。簡単に言えば、事業推進に際して国や地方公共団体から支給される、返済する必要のない資金ということができます。つまり返さなくてもよい、もらえるお金ということです。とはいうものの、注釈のように記載していますが、返す場合もあります。収益納付と言います。収益納付とは、助成金をもらった事業により収益が生じた場合に、その一部もしくは全部に相当する額を返納する制度です。どうすればもらえるの？これが皆さんの最も興味のあるところでしょう。通常時であれば何か新しいことをする。すなわち新技術、新製品や新サービスの開発。IT を導入したり、設備投資を行う。新たに人を雇う。人材育成を行う。などが挙げられます。近年では海外展開、販路開拓や職場環境整備のほか、小規模事業者への支援にも重点が置かれています。ただし、今年は雇用の維持、事業の継続などコロナ対策が増えているのは皆さんご承知のことと思います。どうすればもらえるの？という疑問にお答えする前に、助成金の特徴をよく知っておいていただきたいと思います。助成金の特徴。まず、助成金それぞれに目的がある。そして、時代の流れを反映する制度であるということが挙げられます。助成金にはそれぞれ目的がありますので、その目的と異なる事業に対してお金は出せません。そして、助成金制度にはそれぞれの目的、つまり役割や時代の流れに沿って、導入期、予算措置ですね、成長期、予算の拡大、成熟期、予算の継続、衰退期、予算の縮小、廃止といったライフサイクルをたどります。また、助成金は国や都などの政策予算に大きく影響を受けます。今年に入り、新型コロナウイルスの影響で世界的に経済の減速が進む中、国や東京都としても大型の補正予算が計上されました。そして、不正には厳しい処分あり、補助金適正化法、地方自治法などで規定されていますが、返還であったり、過料、刑事罰を受けることもありますので、くれぐれもご注意ください。以上が助成金の特徴です。ここでは、助成金のメリットとデメリットを見てみます。事業を進めていくには資金が必要です。そして、助成金のメリットとしての一つ目、事業規模の拡大が図れる。自己資金のみで行うよりも大きな事業ができます。2つ目、国や東京都などの審査にパスしたということで事業価値がアップします。3つ目、事業計画をブラッシュアップできます。所定の様式にのっとって事業計画書を作成する作業を通じて、計画自体の優位な点や不備な点を点検できるからです。4つ目、助成金申請の準備を通じて、
社内体制を整備できます。一方、デメリットとしては、対象者が限定、つまり誰でももらえるわけではありません。また、事業にかかる費用を全額補助、助成してくれるものでもありませんし、書類作成の手間や実施後の報告義務もデメリットと言って良いでしょう。どこからもらえるの？ということで、助成金というものはどこが事業を実施しているのかというお話をしたいと思います。まず、国。国の省庁の中では、主に経済産業省系と厚生労働省系があります。各省庁の直轄と独立行政法人経由のものがあります。その2つの省庁以外にも、総務省では情報通信関連や農林水産省、独自産業化や食品流通関連、国土交通省、運輸、建設、観光関連などでも助成事業を実施しています。次に、都道府県や市区町村等地方公共団体からの助成金です。これらは国と連携して実施するものも多いのですが、地域特有の問題解決が目的であることも多く、対象者がその地域内に限定されていることも多いため、比較的競争率が低いのが特徴です。そして3つ目、民間の財団法人。これらは福祉やボランティアなどを対象としたものも多く、事業者だけでなく、NPO や個人でも対象となり、さらに前払いのものが多いのが特徴です。では、その助成金をもらうためのポイントをご紹介いたします。一つ目、事業があって助成金がある。助成金をもらうために事業をするということでは本末転倒となります。二つ目、助成金の目的を確かめる。先にもお話ししましたように、助成金にはそれぞれ目的があります。その目的と違ったことにはお金は出ません。3つ目、助成金の対象を確かめる。誰が対象なのか、どのような費用が対象なのか、どのような事業が対象なのか確かめましょう。4つ目、事前に申請する。助成金はすでに支払った費用を補填するものではありません。したがって、これから始めるという段階で申請する必要があります。5つ目、申請のタイミングを図る。特に研究開発に関連するような助成金の多くは、申請時期が限られています。そのため、事業の実施時期と、助成金の申請時期のタイミングが合うとは限りません。6つ目、事業の完了時期にも気をつける。定められた時期内に申請事業を完了させる必要があります。なので、完了時期にも気をつけてください。7つ目、全額助成ではない。これは最初に申し上げた通りです。8つ目、当面は自己資金でやりくりする。助成金の多くは後払い、すなわち生産払いとなります。したがって当面は自己資金やもしくは融資でやりくりする必要があります。9つ目、税金や労働保険料はきちんと支払っておく。なぜならば、助成金の財源は税金や労働保険料などからだからです。最後に、申請作業を他人任せにしない。例えば、専門家に助言を受けるにしても、申請は申請者を中心に作成してください。
以上、助成金をもらうための10のポイントでした。ここで助成金にまつわる重要な情報提供を行います。近年、補助金や助成金を電子申請で行うようになってきました。電子申請に欠かせないのが GBIZID です。これは一つの ID、パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスですが、今年度より国のものづくり補助金や IT 導入補助金の申請の際には GBIZID が必要になっています。補助金申請以外にも社会保険の手続きなどはこの4月から GBIZID を使って行うようになっています。GBIZID の発行までは1週間程度かかりますので、早めに取得された方が良いでしょう。こんな時には助成金を探してみよう。例えば、新しい事業にチャレンジしたいとか、新製品や新技術、新サービスを開発したい。あと、販路開拓をしたい。展示会に出展したい。など、いろんなニーズに合わせた助成金があります。あとは、お金をもらう実務編でもいくつかご紹介しておりますので、こちらもご参照いただければと思います。以上でお金をもらう理論編についてのご説明を終了します。個別のご相談については、東京都中小企業振興公社相談窓口をご利用ください。ご清聴ありがとうございました。